おはようございます。速稼塾の久保です。じゃあドル円の相場解説いってみましょうか。2月24日水曜日の5時33分です。昨日このね、日足のチャートから私が読み解いたのは、まあ以前からお話しているこういう風な形がありますよね。フォーメーションがで、ここをブレイクして、そしてちょっとブレイクの丸を書こうと思ったんですけどね、ブレイクして、あとここが転換点になってですね、今度は上昇に向かってるんだというね、波形を書きました。こういうふうにね、そうすると昨日の時点ではこの陰線はなかったんですけども、陽線までだったんですけども、ここがきっかけになってまんまと上昇していますよね。まあ、ですから今含み益を取られているところだと思います。あとはこれがですね、目算通りこの辺まで育ってくれればなっていうところなんですけども、4時間の方からそれを見てみましょう。4時間の方を見てみますと、波の形が大きくはね、こういう風になってきていますよね。で、ここで言えるのが、高値を切り上げて安値を切り上げているということでございます。で、このまんまうまくいけばですね、これが、この波がここを超えて106円を回復するっていうことをずっとお話ししたわけなんですけども、今のところはまあまあかなというところでございますね。ちょっと前の陰線が下髭を出してるじゃないですか。だからこれは上に向かうべき力をね、示していると考えられます。で、包み足ちょっとちっちゃいんで見えにくいんですけども、このね、包み足に注目なんですよ。大きな下落の流れが止まって、そして、まあ、似たような2つの陰線4線が2つ並んでですね、で上昇に転じているというところと、上昇に転じたものが一旦下に降りたような形になりますけども、下髭を出して陰線を形成して今上昇に転じようとしているところですよね。小さく見たらこれ W が右辺が強いになってきて、ここを超えてその勢いを買ってですね、ここも超えていくんではなかろうかというふうに106円超えのシナリオを見ています。で、1時間なんですけども、こうですよね。まあ、ゾーンがまず1個目ここにあって、包み足の逆の形になってますよね。で、ここに大きなダブルトップのゾーンがあります。やっぱりここダブルトップになりましたね。ダブルトップになって大きく下に向かう流れを作ったということなんですけども、ここから下がったところが勢いをつけて、ここからね、 W 右辺が強いよ証明してくれるんじゃないかなと、ここを突き破ってですね、上に向かい、その勢いでここも突き破って、最終的にはこのダブルトップも回復してぐいぐいと上に向かうということだと思います。ここね、まあ、こういうふうに見てるんですけどね、はい、いろんな見方があるもんですけども、もうやっぱり大筋では106円107円方面に、まあ、相場は向かっていくんではないかなというのは変わりません。で、ちょっと前までね、103円とか102円みたいな話をしていたと思いますけども、バイデン大統領が就任して、それをね、一つのきっかけとして、私はですね、トレンドが大きく変わったなっていうところで、転換点が来て、セルセルセルの流れから、あとはね、ずっと今までバイの方でお話しております。やっぱりこのダウの転換に気づくことと、大きなファンダメンタルっていうのはテクニカルを凌駕することがあるんでね、そこは無視せずにいきたいかなっていうところですね。こんにちは、速稼塾の久保です。今日の朝の相場解説、そして昨日の相場解説、いかがだったでしょうか。限定公開なんでね、朝の相場解説限定公開なんで、それに乗り遅れた方はもしかしたら今のね、ポジションを持っていないと思います。大きな含み益取れると思うんですよ。で、そのあたりを振り返りながら解説させていただきます。そしてですね、この動画、限定公開動画を見れてない方は、この今流してるのは一般公開しますんでね、だいたい一般公開するときって限定公開の朝とか前日とか前々日の相場解説がピタッと一致してるときなんですよ。で、利益がどん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 ね、増えているときなんで、できればね、私の相場解説で、限定公開のところをしっかりと見ていただいて、その後でね、
この相場解説にお付き合いいただいた時にはお互い含み益みたいな感じがいいでしょうね。はい、それではね、画面を切り替えていきます。まずデイリーからなんですけども、バイのエントリーポイントをしっかり書いてるところがあります。まずは大きな流れなんですけども、こういう風なずっとセルでいきましょうって言ってた時は懐かしいですよね。転換を迎えて、そっからはね、バイデンさんの就任の時から105円に向かってバイですよっていう風にお話してて、でまさにね、まさにですよ、ここのまだ陽線がない時にここがポイントになるよってことをお話しましたね。そしてここね、というのがこういう風に言って、ここでいつも跳ね返ってるんですよ、この線で。だからそれを結んだんで、単純にここにぶつかった時が上昇するポイントだよってことをね、お話しただけなんですよね。で同じように下がるポイントはこの線の上にありますよね。だから今後もこの陽線が伸びきった時に、ここにぶつかったらセルを仕掛ける、もしくは利益確定すれば頭と尻尾から取れるってことになりますね。で今おかげさまで陽線が2つ続いてます。ですんで昨日エントリーした方は全員含み益になってるはずです、ね、昨日1本前の昨日の赤い、このね陽線から1本ずれて、こっち今こっちの赤い陽線になってますからね、言った通りになったでしょう、うん、はい。では4時間なんですが、4時間はこんな感じで線が引けるんですよね。今朝もやりましたけども、高値が切り上がってこういう風な、あら、しまった、こういう風な線を作ってますよね。じゃあ安値はどこでしょうか。安値はこちらとこちらね、これがこういう風になっていて、まさにですね、ちょっとずれちゃいましたけども、3つ目のポイント、線上で折れ曲がって上昇してるってとこなんですよ。美しいでしょ。だから今度これが高値を切り上げるところまでずっと待っておけばいいんじゃないかなと思いますよね。私はその方針でいきます。もちろんなんかね、別の要因が入ってくるかもしれませんので、これで確定じゃないですよ。私はこういう仮説を立てている。どちらにしても、あの日からバイデンさんがホワイトハウスに入ってからは、こうドル高がねずっと進むというふうな宣言を私もしました。でそこでダウ転換が起きたと判断して、それからずっとバイ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 って毎日言ってるでしょ。セルの時は毎日セル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 って言ってたでしょ。で今回バイ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 なんですよ。まあバイデンさんだからバイじゃないんですけどね。じゃあ1時間の方を見ていきます。はい、1時間の、あれ、なんかちょっとおかしくなりましたね。はい、1時間のチャートなんですけども、ここでポイントはですね、細分化された W です。ここに小さな W があるんですよ。で今ネックライン1個目を超えていって、そして2個目のネックラインを超えました。ですのでこの W は勢いよく上の方に伸びると思うんですよ。そしてですね、この W の上にもう1個 W があるの、お気づきですかね。これですね、ここにも W があるんですよ、ここに。ということは1個目のネックライン超えてますよね。あとはここに達するか超えるかってところを見ておけばいいんですよ。私はこれを超えていくと見てます。プラスこちらの方にダブルトップがありますよね。ダブルトップから始まるゾーン、ダブルトップはここにあるわけですよ。でこのダブルトップが起きてるからこそ、この下落ってのがあったと言ってもいいと思います。こういうふうにね、下落波動が起きて、で W で今取り戻しつつあるわけですよ。ですのでトレンドの方向に戻って、引いてはここを突き破って106円107円の方向に向かうと解説を私はね続けてるわけなんですけどね。いかがだったでしょうか。全時間軸分かりやすく解説できたと思うんですけども、いかがですかね。もちろんこうならないこともあるんですよ。私の相場解説は4対6で4の負けを受け入れて6を勝っていこうって形ですから、その差額の2割で勝っていくわけですよ。だからしっかりと仮説を立ててしっかりと予測すること、これはねこれからも変わりません。その中で私は多分ね、4対6どころじゃなくて7対3とか8対2ぐらいで仮説の通りになってると思うんですよ。まあ論より証拠ですけどもね。あとはね、私としてはロットを増やす度胸がないんですよね。1ロット、うん、まあいい時は5ロットまで行くんですけども、まあね、大抵1ロットか2ロットでの勝負になっちゃうんですよ。この精神力は1年かかっても変わってなかったですね。いやー、ダメですね。だからそこですよね。うん。FX は、まず暗記すること、2つ目が暗記を試していくこと、試していった後で、最後は精神力をつけていく、この3段階で成り立っているんですよね。私は3段階目がなかなか超えられないんで、なかなか年収1000万、年間売上1000万の壁が超えられないのかなと
思ってるんですけどね、今年こそはなんとかね突破していきたいなと思っております。もうそれにはね仮説が、確かにそうだよね、仮説がね、私の仮説がよく当たるなとかね、よく見えてるなってことを自分が自覚するのが大事なんですよ。多分客観的に見たらよく分かってると思われてると思うんですけども、自分でいやいや今回たまたまだとか言ってね、まあ5年間たまたまだっていう話はないんですけどね、ここがねだからね大ロットで行くと食らうんじゃないかなっていう恐怖があるんですよね。ここと戦っていかないといけないですね。ではありがとうございました。